宇川の先人を争い宇治川の戦いは、平安時代末期の樹影3年1月に、源義仲と鎌倉の源の頼朝から派遣された、源の範より、源義経とで戦われた合戦。自称、樹影の乱の戦いの一つ。樹影2年7月、信濃国で平家打倒の挙兵をした、源義仲が、数万期を率いて受落した。義仲軍は経で、 乱暴老関を働き、やがて皇位継承をめぐって、後白河法皇とも対立した。9月、吉中軍は、備中国水島の戦いで、平家軍に大敗、後白河法皇は吉中を見放した。10月、後白河法皇は、鎌倉の源の頼朝に、東海道、東山道の支配を認める院前を下し、頼朝に接近する。11月、 士改正を図った吉仲は、隠語書の宝珠辞伝を攻撃、後白河法王を遊兵して、政権を掌握した。孤立を深める吉仲は、平家との和平を打診するが、拒絶される。12月、吉仲は後白河法王に強要して、頼朝追悼の院前を発出させる。そして翌13年に1月、吉中は、政党大将軍に任命された。1月20日、 よりともは、大海にまで進出させていた、のりより、吉常に、義仲追悼を命じた。樹落時には、数万期だった、義仲軍は、水島の戦いの敗北と状況の悪化により、脱落者が続出して戦0 0 0余りに激減していた。また、義仲は、平家との和平交渉とともに、後白河法羅を報じて、北陸道へ下ることも考えていたようであるが、関東は基金によって、 兵力を動員できず、吉経の兵も千機ほどという情報が入ってきたため、北陸下校を中止して迎え撃つ判断をしてしまったのである。吉中が敵の実勢を把握したのは15日の夜であり、翌16日には乗り寄りが北陸道の入り口である大見国の瀬谷兵を進めて、吉中軍を京都に閉じ込めてしまった。吉中は吉中四天皇の今井金平に五百余機を、 与えて、瀬戸の唐橋を、根イユ地チ盾の近田谷は三百余期で、宇治を守らせ、吉中自身は百余期で、隠語省を守護した。一月二十日、ノりよりは、大手軍三万期で、瀬戸を、吉常は、絡めて軍二万五千期で、宇治を攻撃した。吉常軍は、矢が降り注ぐ中を宇治側に乗り入れる。佐々木高と、梶原影星の、 宇治川の先人争いはこの時のことである。ネイきキチカ、盾のただは必死の防戦をするが、義経軍に宇治川を突破される。義経軍はだれを打って、京楽へ突入する。義シが出陣し、義経軍と激戦となる。義シは奮戦するがついに敗れ、後白川法王を連れて最国へ脱出すべく、隠語所へ向かう。義経は、自ら数期を率いて、追撃。 隠語書門前で吉中を追い払い、後白河法王の確保に成功する。後白河法王を連れ出すことを断念した吉中は、今江金平と合流すべく、セ田へ向かった。瀬田で、乗り寄り軍と戦っていた、今江金平は、宇治方面での敗北を知り退却、会合わずで吉中との合流に成功する。吉中は、北陸への脱出を図るが、これへ乗り寄りの大軍が襲いかかる。 吉中軍は奮戦するが次々に撃たれ、数機にまで撃ち減らされたところで、ついに吉中が顔面に矢を受けて撃ち取られた。今井金平も吉中を追って自害した。岸沼和則、総論省立と先行研究、人物誌、ISBN 978から4から864031516。ありがとうございます。